パシフィックコロシアムはカナダのバンクーバー北東部ヘースティングスパーク内にある屋内競技場。2010年冬季オリンピックではフィギュアスケートとショートトラックスピードスケートの競技会場として使用された。アリーナは16,150人収容で現在は WHL のバンクーバージャイアンツの本拠地として使用されている。 かつては NHL のバンクーバーカナックスの本拠地としても使用されたアイスホッケー用のスケートリンクはフィギュアスケート用国際企画のリンクよりやや小さいそのため本来このリンクでフィギュアスケートの国際大会を開催するのは困難であるがバンクーバーオリンピックフィギュアスケート競技開催に向けて改修され用途によって 前列の観客席を取り外し、リンクを拡張できるようになった。ラッド、ジェフ、ガンクレジェンズ、バンクーバー、S ホッケーヒーローズ、レインコストブックス、ISBN 9兆7815億5192万8098監視探偵の、ブルース、フロムレンフルーツーダウンダウンザ、グリフィスウェイ。バンクーバーさん、2009年11月15日閲覧。 ありがとうございます。